コンピューター技術の進歩により現代社会の多くのシーンに AI 技術が利用されています。例えば自動運転、自動配送システム、倉庫管理、動画内の人物や物体の認識、音声認識などがそうです。私たちがレストランで注文をすると自動ロボットがそれを理解し運んでくるなんていうシーンが出てくるでしょう。消費者の消費動向や勤労者の行動自動記録と解析もそうです。効率よく仕事をする答えを見つけてくれます。これら AI 技術を使うことによって人々の暮らしが便利になったことは事実です。これからますます便利な世の中がやってくるでしょう。センターにはマテリアル、数理、電気回路、ロボティクスの4つのグループがあり、マテリアルは材料に含まれる潜在的知能を引き出す研究を行っています。それを人間の脳の数理モデルに適用し回路化するという研究を行い、得られたチップをロボットに装着しロボットの知能を引き上げる、その循環を繰り返しながら研究を進めています。一方で AI 技術にもまだまだ解決すべき問題があります。その一つが電力問題です。現在の AI 技術はほとんど全てがコンピューター上のアプリを介して多くの既存データを解析することによって成り立っています。しかしこの方法ではコンピューターは熱々になるぐらい大量の電力を使っています。今後 IoT 技術の発達などで世の中に AI システムが増えれば増えるほど電力枯渇の問題に直面することになります。そこで必要となってくるのは電気回路などハードウェアで直接計算をする AI システムです。ハードウェアで直接計算することにより電気消費量は格段に下がると言われております。しかしその手法でも電気消費量の削減には限界があります。さて人間の脳とスーパーコンピューターはある一面でほぼ同じ程度の計算能力があると言われています。現在のスーパーコンピューターは一番速いのは日本の富岳で最大利用時には30メガワット、3000万ワット使われます。一方で人間の脳はたった20ワットで全ての演算を行っています。極めてリーズナブルなシステムなのです。今後は脳の計算の仕方をうまく取り入れた脳型のハードウェア、すなわちニューロモルフィック AI ハードウェアに AI 研究の主軸が移ることは間違いありません。そこで我々は世界に先駆け九州工業大学にニューロモルフィック AI ハードウェア研究センターを立ち上げ、次世代に求められる AI ハードウェアを実現しようと日々研究を行っています。我々ニューモルフセンターの遠大な目的は材料に潜む知能を発掘し工学的に応用することです。この応用先の最も有力なところとしてはロボットや自動車といったエッジ機器になります。例えば我々人間を含む生き物の場合、目や耳、そして肌などから入ってくる、視覚、聴覚、触覚の情報を瞬時に取り込み、それを脳で計算して行動を起こす、こういったような、センサーと脳が一緒に組み合わせることで、知的な活動というのを行うことができます。一方現状のロボットや自動車の場合、AI の発展により、例えば、
工場で働く産業用ロボットや自動運転車、こういった研究開発っていうのが世界中で行われております。しかしながら我々人間を含む生き物と比べるとその能力はまだまだ不足している状況です。我々ニューモーフセンターでは未来のロボットの脳型計算機の実現を目指し、材料、モデル、集積回路、システム、ロボット、このように広範な研究者が一堂に会し、この目的を達成することを目指しています。このロボットは我々が開発しているエクシアというロボットです。人間と同じように目であるカメラ、耳であるマイク、そしてこの手の中には触覚センサーが入っており、物の硬さや柔らかさというものを感じることができます。人間が物体を認識するとき、もちろん目の情報、これは非常に大事ですが、それに加えてこのように手を持ったときに感じる硬さや柔らかさ、こういった情報を使って、例えばこれはアルミ缶だというふうに認識することができます。このロボットも同様に、この手の中に入っている触覚センサーの情報を使って、この物の柔らかさ、硬さというものを判断し、物体認識へ応用しております。この研究では材料の研究者が製作した触覚センサー、集積回路の研究者が設計した脳型チップ、そしてこのエクシアを設計したロボットの研究者が一同となってこの研究を達成しています。このように広範な研究者が協力して未来の脳型計算機、ニューモーフ AI を目指している、これが我々のセンターの大きな魅力になっております。私たちは人間とロボットが仲良く暮らせる社会の実現を目指しています。